はい、皆さんこんにちは、ゆかはなです。今日見ていただいてありがとうございます。今回は、最近購入した商品をご紹介したいと思います。あれですね、時々コスメとか買ったりしてるんですが、アプリのフリルで、フリルで今回洋服を秋冬に向けて洋服を、何着か買ったので、そちらをご紹介したいと思います。はい、ではまずはリップ、今日使っているリップからご紹介していきます。今日はこちら、最近使ってるんですが、ランコムのリップで、番号が、322番で、このランコムのリップ塗った後に、このキャンドゥの、キャンドゥのチェリーレッドを重ねて塗ってます。はい、で、フリルで購入した商品なんですけど、結構何着か買ったので、結構バラバラ届くから開けようと思って、そう。で、まだ開けてないので、まだ開けてないんです。はい。なので、商品その、なんていうの？開けてご紹介したいと思います。はい。で、商品は、こういう感じで、結構綺麗に、なんていうのかな、綺麗にこういう感じで、こういう感じで包んで発送してくれるので、はい。こういう感じでね。これはもうちょっと、こんな感じとか、あとはこういう感じで、はい、届いたので、そう、まだ開けてないんですよ。なので、この、届いたやつをちょっとご紹介したいと思います。で、すごいね、かなり安い値段で買えたので、それもすごい、お買い得なので、はい、早速、開けてご紹介したいと思います。はい。あと今ご紹介したやつ以外にも2点あって、古着屋さんで購入したのもあるんですが、それも結構可愛くてすごい安くて、こういう感じです。はい、まず可愛い、まず1点目がニットです。こちら、ニットですね。こちら、はい、これはですね、GU ですね。はい。なんだろう。ミントグリーンの色のニットになります。はい。で、素材が少しシャギっぽい感じになってます。こんな感じですね。はい。はい。で、これは、600円でした。はい。で、次が、もちろん、あれなんですよね。洋服なので、新品未使用っていうのはほとんどないので、新品未使用ではないです。やっぱり、何回か着用しましたみたいな感じだったりするので、はい。でも割と綺麗な状態ですね。あとはこれ。これも GU でニットで、肩の部分にスタッツがついてる。すごい綺麗なピンクのニットですね。はい、これもありました。これはね、これは1300円でした。はい、なんか GU 自体も安いじゃないですか。もうそれがさらに安く買えるのはすごいお得ですよね。で、3着目も GU だったかな。3着目はこちらのベージュボーダーですね。はい、こういう感じのゆったりした感じの、ボーダーのニットになります。これは GU とかではないかな、ブランド、あ、これも GU ですね。はい、これも GU で、これがかなり安かったです。これも300円でした。超安いですよね。そう、次はこれも GU ですね。はい、水色、すごい綺麗な水色のちょっとケーブルっぽい柄が入ってる水色のニットになります。はい、これも GU です。これも600円ぐらいでした。はい、で、あと2点、
で、なんか通販とか、通販とか、なんかまあ、なんだろう、まあ、フリルとか、こう届いて開けるのとかすごいワクワクしますよね。すごい。あとはこれもすごい可愛くて、これはね、これは特にどこのブランドとかなかったんですけど、これ可愛くないですか？あのピンク、薄ピンクの、こういう薄ピンクのすごいゆったりしたスウェットのトップスなんですけど、もうすごい可愛いと思って、これはね1200円でした、はい、でしかも全然超綺麗ですね、はい、すごい綺麗です。であとはあとはですね、ベビちゃんのものを1点買いました。それは新品未使用だったので買ったんですが、はい、ギャップのものですね。ギャップのものですごい可愛くて、はい、なんかこういう感じです。可愛いギャップで新品です、こちら。はい、グリーンのちょっとスモックブラウスみたいな感じで可愛いですよね。はい、でなんかなんだろうベビちゃんのもの1点だけみたいな感じでもしかしたら思われるかもしれないんですが、ベビちゃんの洋服は新しいやつ、ベビちゃんの洋服は新しいやつを買ってあげたいっていうのがあるので、子供の通販サイトとか、なんていうの、子供服のお店、子供服のお店とか、まあそういう新しい新品のものを買ってあげるっていうのがあるから、そういう通販サイト、子供服の通販サイトだったりとか、子供服のお店とかで買ってる感じです。はい、なのであんまりフリルとかメルカリとかではベビちゃんのものは買わないですね。はい、まあこれは新品だったので、ギャップだし、しかも新品だったので買いました。これはいくらだっけ、これはすごい、これも超安くて500円でした。はい、そんな感じです。で、あとは、古着屋さんで買ったんですが、古着屋さんで買ったやつが2点あって、これもすごい可愛くて、まずはスカート、すごいモコモコした感じのこういうスカートです。こういうスカート買いました。これはなんと100円でした超安くて、そう、超安くないですか、100円ですよ。素材的にもすごい秋冬素材で、でしかもこれ丈がミディ丈なんですよね。ミディ丈、膝下ぐらいのやつで、流行ってたというか結構流行ってる丈のやつで、例えばこれとかだったら黒のトップスとか、トップスとか合わせたらセットアップみたいに着れたりするし、そういいかなと思って、まあ100円だったんで、まあもし別にあんまりなんか着る機会なくてもまあ別にいいかなみたいな感じで、はい、100円だったんでちょっと買っちゃいました。はい、であと1点が、これもすっごい可愛いんですけど、このねカラフルなボーダー柄のニットです。はい、これはどこだろう、これはどこかな、これはブランドはちょっとわかんないんですが、すごいねカラフルなボーダーのニットで、私ボーダーすごい好きだから、そう、ボーダーすごい好きなんですよ。だから買っちゃいました。これもすごい安かったです。400円でした。はい、でまあ今の2点は普通に古着屋さんとかなんですが、はい、で今の2点は古着屋さんで、あとご紹介したやつはフリルです。はい、でなんかやっぱりなんだろう、フリルでもやっぱね、洋服だと新品未使用っていうのはほとんどなくて、やっぱり何回か着用しましたとか、ちょっと傷とかちょっと汚れがありますとかっていうのがあるんですが、もう値段もすごいお買い得な値段で買えるし、あんまりこう一応古着だけどそこまでの古着感がないので、あんまりそういうの気になさらない方とかだったらすごいおすすめかなって思います。値段も安いし、そうで、しかもなんだろう、ファッションってすごい流行りがすごいコロコロ変わったりするので、例えば流行りのものを例えば高い金額で買うよりは、流行りのものをちょっと安い金額で買った方がなんかいいのかなっていうか、いいかなって思います。の方が、なんか流行りってもうすぐもう次の流行りってなっちゃうから、流行りのものを高い金額で買って、そしたら
ね、高い金額で買ったけどもうその流行りはもう終わっちゃって次の流行りとかになっちゃってるから、そういうのとかそういう面とかでもいいのかなって思います。結構流行りも結構その今流行ってるものとかも売ったりするので、はい、あとはそうだな、まあ例えば、まあ、GU みたいに GU って元から安いじゃないですか。元から安いお店のやつとかがさらに安くて、さらに安く買えたりするので、そういう面もいいと思うし、あとは、お店に、あとはもうお店で、例えばもう人気商品で、もう人気商品で売ってなくて、売ってない場合、そう、お店で、もう人気商品すぎて、もう売ってないものとかも、例えばフリルとか、そういう、まあ、メルカリはちょっとわかんないんですけど、フリルとかあったりするし、結構自分の好きなブランドとか、フリルとか検索とかすれば結構そうあるんですよね。そうなので、そういう面もいいかなと思います。もうお店に売ってない商品とかも買えたりするので、はい、そういう面もいいかなと思います。なので、まあ、あんまり細かいのとか気になさらない方とかいたらいいのかなと思います。しかもね、すごいお財布にもめっちゃ優しいんで、はい、かなりお買い得なので、いつもおすすめです。はい。なので、まだフリルのアプリ持ってない方とかは、ぜひゲットしてチェックしてみてください。で、アプリ持ってる方とかも、もしよかったら参考にしてみてください。なんか欲しいやつとか、すごい気になるものとか、もしかしたらあるかもしれないので、はい。もしよかったら参考にしてみてください。はい。では、今回は、フリルで購入した商品のご紹介でした。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい。この動画の評価や、コメントや、リクエスト、あと、気になる方がいたらチャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、いかがでした。バイバーイ。